はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望ではないですね、ポケット戦国続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、ついに足利将軍家を京から追放、義昭を追放するというところを行い、今はですね、安土城で信長自ら幕府を開府する政策を実行中というところになります。で、今見てみるとですね、ここなんですが、もうあともうちょっとですね。で、信長の幕府、これが制作完了するかなというところになってますので、まずはね、そこに、注目して、プレイの方を進めていきたいと思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まずは何といってもね、その幕府、これを開設する政策を完了させるというのがね、一番最初の目標になります。もう最近はね、この内政の面白さが今更かというところはあると思うんですが、結構ね面白くて、内政ばっかりガリ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 ずっとやっていたところもあったんですけど、まあ、やっぱりお金がね、内政をやらないとたまらないっていうのがありますからね、それがたまってくるとすごくプレイの方はしやすくはなってきますね。今だとどうなんだろう、ちょっとこの後早速見てもらおうかなと思うんですけど、収入もねそれなりに増えてきているんじゃないかなというふうには思ってます。月の収入が19万まで膨れ上がってますね。さらに信長の方はというと、このあとね一気に将軍になりますからね。さあ、この後はもうあとほんのちょっとで終わりますからね。岩戸の沼城、この辺りで戦争が起きてるようだけど、まあ毛利と長宗我部かなというところですかね。でお金もね、もう何にもしなくてもガンガン溜まってくるんで、今こそ朝廷にどんどん来てほしいなというところなんですけどね。今だったらいくらでもお金献上できるんで。さて、これで信長の幕府開設の施策が終わったので、朝廷が早速来ています。これで信長は征夷大将軍、安土幕府の成立ですね。いやー、これは本当に大きいな。ここまで長かったですからね。もう一時はね、どうなるかなと思いましたけど、無事ここまでこぎつけられましたね。サンダーユーが行ってくるっていうのもちょっと微妙だけどな。ここはね、できればその普代の重臣の誰かに行ってほしかったな。それこそね、秀吉、勝家、定勝、光秀、いっぱいいますからね。あとは常ちゃんとかもねいるんで。ただこれで周辺の大名家がどういう動きをするかという話をしていたところ、謙信がまず動きを見せています。さらには勝頼、元近、これで信長の家臣になったのはどこがあるかというと、ちょっと見ておきますか。大名詳細でいって外交情報を見ていくと、長宗我部、あとは武田、上杉、最上、この辺りまではいいですね。で、いまだにこちらに従わないのが、九州の島津、関東の北条、九州の島津の配下に入っている有馬、龍蔵寺、肝付。で、あとは里宮北条の配下ですね。で、毛利とは今戦争中。
なるほど。じゃあ、まずは毛利潰しからってところになるのかな。おっと、早速、輝元から宣戦布告だな。毛利の軍勢が最初に攻めてくるのがどこになるかというのが、毛利と国境を接しているところでいうと、長宗我部はまあいいでしょう。任せておけば。やっぱり長宗我部と戦争になるとすれば、最初に戦端を開くのが、矢橋城だな。ただ矢橋には山名の軍勢が向かってますね。で、上杉は配下に加わったので、上杉への備えは不要になりましたね。よって、そうだ、視聴者の方からね、梶才蔵、梶才蔵ってずっと呼んでたんですよ。俺、カニ才蔵ですよってね、教えてもらってすいませんでした。ちょっとね、お恥ずかしい。確かにカニ才蔵になってます。じゃあ、このカニ才蔵を、北条戦へと展開していきますか。北条に備えるために軍勢を鳴海城へ移します。で、さらにですね、この辺りはもう何をしていくかっていうと、基本的には戦闘力をひたすら高めるっていうね、そういう政策を入れていきましょう。で、そうなってくると信長の軍勢も動かした方がいいな。まずは信長の軍勢を前線基地まで動かしていきましょう。毛利と戦うとなると、とりあえず三木城まで兵を進めましょうか。北条だよな、問題は。北条。まずは北条に対して使者を送りますか。いきなり威圧してみる？まあ、威圧に応じるとも思えないけど。いやー、征夷大将軍に任ずるってもう征夷大将軍になってるんだけどな。さらに征夷大将軍に任じられてもっていうのはありますけど。池田輝政の能力的にはまあ凡庸かなっていうところですね。今ちょっと見てもらった感じだと。まあ、常置はね、信長の側近として仕えてもらってますけど。では信長の軍勢を毛利攻めへと投入していきましょう。さらに信忠の軍勢も毛利攻めへと兵を進めていきます。毛利の城はただまだまだ城の数多いからな。これ毛利全部平らげていくのは結構しんどそうですけど。
最上義昭自ら使者としてやってきましたけどね。まあ北条氏政は当然威圧交渉には応じないんで、そうなると出兵依頼をしてガンガン出兵させていきますか。もちろん自らも出兵していくっていうね、基本的な流れはありますが、そうか、まだ開戦してないから出兵はできないのか。東北地方でこちらに従ってるところがどんだけあるのかって話だよな。まあそれなりにあるはあるけど、まあ、北条とも開戦をしていかざるを得ないのかな。大名詳細外交情報で言うと、従っていないのは毛利、島津、北条、この 3つの国ですね。島津、北条、毛利で、まあ島津を叩くには当然毛利を先に倒さなきゃいけないんで、まあ順番としては合ってるかな。で、北条に対してもね、兵を出兵していきましょうか。そしたらいよいよなんか初戦は勝てるのかちょっと疑問もありますが、北条に対しても戦線を布告して小田原城へと攻め込んでいきます。天神山は取りましたね。宇喜多直家、政治93、これは欲しいな。もらいましょう。まあ、宇喜多直家の政治93は本当に優秀ですね。あと明石武則、どうだろうな、まあ、これは能力的には凡庸ですけど、結局のところ関ヶ原の戦いと、あとはその後のね、大阪の陣のイメージがあるので登用しよう。さあ天神山を取ったら、天神山でまずはしっかり歩兵をかけていきましょう。お金がだいぶ余ってきたね。それにしても金に余裕が出てくるとすごく楽な展開にはなってきます。で、政策要員の官兵衛ですね。次は官兵衛はどうする。貢献強化レベル10まで持ってっちゃいましょう。で、信長の軍勢はというと、これをまた全軍を持って神鍋城に出陣していきます。北条戦の方がどうなってるかっていうのもちょっと気になるので見ていきましょう。北条の方は開戦するのかな、小田原城を落とせるのかどうかっていうのがちょっと微妙なとこですけどね。吉川は戻るか、豊洲城、まあ使えるつもりはないよな。まあ、その場合は斬首せざるを得ないな。吉川元春が残ってるとそれだけでね、邪魔ですからね。
まあ、ここまでね、北条も頑張ってきたとは思うんですけど、なんせ武田、上杉、信長から攻められてるから、そう長くは持たないんじゃないかな。うん、小田原城で海鮮だな。まあ、ここは自動でいいでしょう。まずはね、1個拠点が欲しいんですよね。北条攻めのための拠点、それがこの小田原城になってくれると戦いとしてはすごくしやすくなるんですけどね。1個でも拠点があると島津と毛利が改善、うん、これで島津と毛利が改善してくれたら毛利がさらに疲弊するので戦いはさらにやりやすくなるな。じゃあ神鍋城からさらに兵を出していきましょう。中国地方の攻略は着々と進んでるな。こうやって見ると一旦兵を引いた方がいいのかな。ちょっと何とも言えない微妙な情勢だけど、援軍さえ来てくれれば。そしたらちょっとと確認しておきたいところとしては、信忠の軍勢の移動先をちょっと変えましょう。よし、これで毛利が配下に加わりますね。で、今度の敵は島津になるの？で、信忠はどこまで来てたんだ？信長は謙信が死にましたけど、信長は今神鍋に入ってるでしょ？ここは徴兵をしておきましょう。信忠の軍勢がどこに入ってるかだ。信忠はここだな。信忠はそしたら北条戦に投入しますか。八王子に向けて出陣させましょう。で、信長はこのまま島津攻めに入りましょう。ちなみに外交状況を確認しておくと、残っているのは島津と毛利ですね。うん、島津と北条ですね。北条を先に潰してしまって、信長は島津攻めの準備に入るっていうのがいいのかな。小田原城取りましたね。宇治照は斬首、宇治国も斬首、宇治近も斬首。この辺りはもう北条の戦力をねガンガン削っていきましょう。で、信忠は北条戦に投入、八王子城攻めに入るので、小田原で一旦集めている兵を徴兵をして戦力の回復を図ります。江戸まで一気に攻め込みたいけどな。そうは言ってもまだまだ北条の戦力としては総兵力28,000、武将30、まだ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 侮れないかな。
ん、小田原城が戦場になるな。まあ、ここは一周しましょう、敵を。せっかくね、建設始めてたのがバーになっちゃったからな。まあでもこうやって見ると島津もね、こんだけ敵を相手にすると結構きつそうだよな。長宗我部軍、毛利軍、さらには大友軍と同時に戦争するってなると、もうほっといてもなんかいつの間にか天下統一ができてるんじゃないかっていう気すらしてくるな。まあ、とはいえ信長の軍勢も動かしてそのスピードを少しでも早めますか。では信長軍は、そうだな、橘山城まで兵を進めましょうか。問題はね、意外と北条の方が進んでないかなって感じがするんだよな。ちょっと北条の方を見ていきましょうか。お金はね、いくらでもあげましょう。今玉縄、八王子、この2つの城を同時に攻めています。対北条戦です。で、対島津戦の方は信長本体を橘山城に出陣させているので、これが到着したら橘山城の攻略戦に入っていきましょうか。まあもう調略とか書けるような段階でもないですからね。さあここで北条綱成隊と信忠軍の戦闘だな。そうすると絶対に参戦させたい武将でいうと半兵衛、信忠、鉄砲隊が2体プラス成政の3体ですね。あと戦闘力の高い武将を中心に構成していきましょう。福島正則はここに入ってます。あと信孝も入れる。いやー、あとはまあ戦える武将でいうとこれくらいですかね。夏かまさえ入れるんだったら長政入れた方がいい。信うん裏臭いですね、入れた方がいいね。じゃあこれで戦っていきましょう。おっと、ちょっとそういう意味で言うとこれを見ると少しばっかりかな。士気が落ちてるかな。騎馬隊とかもいないんでね、ちょっと慎重に戦わざるを得ないんだけど、敵の方は鉄砲隊は入ってないよな。いや騎馬隊が2体入ってるね。じゃあこの騎馬隊に対しては味方はしっかりと足軽隊で迎え撃ちたいけど、足軽隊がそもそもいないね、ここには。まあ、鉄砲隊3体入ってるんで、その火力でなんとか持ちこたえるしかないかな。
さあここは敵の騎馬隊を近づける前に鉄砲隊の三段撃ちで蹴りをつけましょう。そしたら一度鉄砲隊を下げます。あ、鉄砲隊がここにいるじゃないか。よく見るとこの鉄砲隊邪魔くさいな。どうする？この鉄砲隊だけちょっと叩きに行きますか。よし、これで八王子城は取れるかな。ちょっと兵の消耗も激しかったんで、この後さらに敵の増援が来るとまずいかなというのはありますけどね。では島津義弘軍と戦闘に入ります。ここは鉄砲隊をふんだんに使っていきましょう。鉄砲隊4隊にいつもの騎馬隊ですね、勝家、あとは秀吉に直家も入れる？いや、待ってね。ここは足軽隊で固めたいから。これで行きましょう。信長の軍勢今17万入ってるんで、この軍勢、1万7000ですね。入ってるんで、これをちょっとうまく割り振っていってもいいかもしれないな。つまり隊を2隊に分けるっていうことですね。少し余裕が出てきている今こそ軍勢を二手に分けてもいいかもしれない。で、島津軍の方ですが、鉄砲隊はいないね。恐怖の鉄砲隊はいないけど、騎馬隊がちょっと多めに入ってますね。騎馬隊が4隊入っていてっていうところかな。騎馬突撃は騎馬突撃で迎え撃ちましょう。
ちょっとね、ここのあたりは戦線が完全にごちゃごちゃしてきてるんで、集中的に運用していかないとやられちゃうかな。まあ、ただこれで島津軍は壊滅させたね。橘山城に攻め寄せてきた、まあ、ご詰めでやってきた島津軍は壊滅させたので、義弘は登用できるな、登用するけど、まあそうだよね、斬首しましょう。中央事情にさらに北条軍か。なかなか北条軍も粘るな。金は半端ないことになってきましたね。でもここに来て77万。八王子城は連戦が続くな。ここは自動にして一旦兵を引くしかないかな。もうちょっとで落とせるかなってところまで来たのがもったいなかったですね。玉縄城は落とせずか。いや、連戦が続くのはちょっと厳しいけど、まあ、ここも自動にして兵を引くしかないね。で、信弘の方はというと、一旦兵を徴兵ですね、していきます。まずは橘山城を取りましょう。そこから立て直しだな。まあ、基本的にはもう全員斬首でいいでしょう。これぞという武将がいたらね、ちょっと検討はしますけど。さあ、信忠の方がちょっと気になるな。そうなると信忠が大丈夫かどうか。信雄の軍勢はね、撤兵に成功して小田原城で立て直しを図っているというところになるんですが、信忠のところに信雄も合流してますね。まあ、ここで徴兵でいいでしょう。ってなると、ここであれだな、建設してそれこそ鉄砲道場とか建てて戦力を整えましょう。はい、というところでね、幕府を作った後、今は島津とあと残る北条、ここの征伐戦を行っているというところになりますね。では時間もいい時間になりましたので、この続きは次回、やっていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。